皆さんこんにちは。インスパイアの小田です。今日もユースリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね2019年12月14日ということで土曜日になりましたので、恒例のまとめ記事ということで、今日はですね先月に投稿しました Facebook の個人の投稿のですねいいね数ランキングっていうのを発表していきたいと思います。では早速ですが、こちらからご覧ください。どうぞ。はい、まずはですね、第1位からいきますが、146いいねということで、かき揚げドーンが入りました。はい、これわかりますかね？これ 3D 写真になってるので、若干こうね、動いてるような感じになってると思うんですけど、これは Facebook の機能ですね。3D 加工ができるんですけど、やっぱりね、このような立体感があるようなものを撮るとき、そしてこのドーンっていうね、この、高いタワーみたいなね、ものを撮るのは、これはどう考えてもね、3D で撮った方がいいですよね。ということで、これを上げてみましたが、146いいねということですね。おそらくこの数字は、100いいねを超えてきてますから、年間ランキングでも20位内に入っていて、なおかつ146ですからね、結構ですね、上位に今回ね、ランクインしてるんじゃないかなということで、もうじきね、年間ランキングを発表いたしますけど、楽しみな感じになってきました。というのがですね、まず一つ目ですね。はい、二つ目に行きましょう。こちらです。134いいねということで、数件準2級っていうのが入りました。はい、ここに書いてますように、準2級は高1卒業レベル、まさかの中3で合格っていうふうに書いてますが、これうちの子供が、数件準2級を取ったということで、で、そのイメージ写真ということですね。この数件の合格証のものをですね、こういうふうにつけてですね、投稿したんですけど、僕が取ったっていうと、あんまりそんなにいいのはつかないと思うんだけど、やっぱり子供が取った。しかも、中3で高1の卒業レベルを取ったっていうこと。そしてね、英検とか漢検じゃなくて、数検という数学っていうこともあって、おそらく皆さんたくさんいいねしてくださったんじゃないかと思うんですけど、134いいねまで行きましたので、これは結構また年間ランキングでもですね、入ってくるんじゃないかなと思いますね。かなりいい数字が出たんじゃないかなと思っています。はい、では第3位見ていきましょう。こちらになります。はい、129いいねということで、いい夫婦の日が入りました。これ毎年ですね、この時期に、11月22日にこういう投稿をしているんですけど、今回ですね、ちょっといい写真が見つからなくて、たまたま富士山を撮った写真があったので、この写真の上にですね、文字でこのように載せて投稿してみたんですけど、やっぱりね、こう、写真がなんかこう、プレゼントしている写真とかであれば、一番いいんでしょうけど、ない場合は、やっぱこういうイメージ写真に文字を添えるっていうのも結構効果的なので、ぜひね、参考にしてほしいなと思います。はい、では続いていきましょう。第4位ですね、88いいね。はい、セブンイレブン。はい、こちらにありますのは、セブンイレブンなんだけど、ちょっと変わったセブンイレブン見つけましたということで、これは茨城県の水戸市にあります、水戸かな、セブンイレブンなんですけど、変わってますよね。ということで、ちょっとね、びっくりしたみたいな顔してますけど、いいねを集めることができました。88いいねですね。88ぐらいだと、ちょっとなかなか年間には入ってこないと思いますけど、良かったんじゃないでしょうかね。はい、続いていきましょう。はい、75いいね、夜景が入りましたが、こちらね、なかなかいい感じに撮れたんじゃないかと思うんですけど、これは Google の Pixel 4ですね。で、撮った写真なんですけど、やはりですね、Pixel 4素晴らしいですね。この、特にこういう夜景ものの、加工をするとですね、かなりいい加工になるんですけど、これガラス越しに撮ってるので、ちょっとね、反射したりしてるんだけど、それでもね、こんだけ綺麗にね、撮れてるのは、撮れてるというかね、加工してるんですけど、素晴らしい写真になったんじゃないかなと思いますね。あとでもう一個出てくるかもしれませんが、ちょっと次行きましょう。はい、次行きましょう。こちらですね。はい、69いいね。国語の問題。
はい、こちらにありますように、次の文に当てはまる方の、言葉を選んで丸で囲いましょうってあるんですけど、まあこれね、どっちでも僕はいいと思うんですけど、むしろそれよりも、なんでそっちを選んだかっていう理由をね、答えさせる問題した方がいいんじゃないかってことを書いたんだけど、まあこの辺でね、いろいろと、ある一部の方とですね、コメントが盛り上がった関係で、多分何回もフィードが上がってきたんでしょうね。それもあって、こう、露出が増えたので、いいねもですね、だん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 ね、こう、加算できたんじゃないかと思いますけど、でも、本当にこれはいい、機会でね、議論できるチャンスがあってよかったなと思ってるんですけど、こちらがね、ランクインしました。では、続いて見ていきましょう。こちら、57いいね。SNS 映え写真になります。はい、こちらですね、まあ、これは、テレビでね、報道されたものを、そのまま使ったものなんですけど、まあ、アイデアとしてすごく面白いですね。で、まあ、僕もこういう仕事をしときながら、まあ、いろいろね、インスタ映えするようなものについて考えてきていますけど、なかなかやっぱこういうアイデアって、出そうで出ないですよね。だからやっぱり、こう、まあ、AI が仮にね、こう、賢くなったとしても、こういうものって、やっぱりまだまだね、こう人間の頭の想像力だったりとか、創造性ですね。っていうものが、やっぱ必要なのかなっていうね、気がしますよね。非常に面白いなと思いますね。まあ、実際、さらにこういうふうに書いてたらね、そう見えるよっていうね、もんですね。はい。では次行きましょう。はい。56いいね。MacBook Pro が入りましたが、こちらはですね、まあ、メールでね、実際に、ご注文ありがとうございましたって書いてるメールを見せることによって、まあ、ここの中見ればですね、かなりスペックが出ていて、まあ、これかなりね、マニアックなんで、わかる人にしかね、反応なかったかもしれませんけど、かなり今回スペックがいいやつを買いましたので、それでの、反応じゃないかなと思いますね。たくさんのいいねいただきました。ありがとうございました。はい、続いていきましょう。こちらですね。52いいね。はい、改札無断通過というのがあります。こちらにですね、まあ、このような改札が置いてあって、ここのとこにですね、切符を置くとですね、ここにカメラがついていて、まあ、カメラ越しにですね、実際に見てですね、で、話を聞いて、じゃあ通っていいよと。まあ、その紙で通した場合に、エラーになった時に、ここでですね、対応できるようになっているので、まあ、無人なんですよね。で、僕がたまたま、ちょっとわからないんだけど、引っかかってしまって、で、それでここで呼び出してやってたら、もう一人ね、その話をしている時に、引っかかった人がいたんです。おじさんで。で、そのおじさんも、僕の後ろに並んで、そのインターホン越しに、次問い合わせしなきゃいけないのに、僕の改札が開いた瞬間にですね、後ろの人もついて一緒に出ちゃったんですよね。で、これはね、どうなのと思ってですね、僕その人をちょっと睨んだんですけど、そのまま行ってしまいましたが、そのことについて書いたら、まあね、いいねいただきましたけど、52でした。はい、続いていきましょう。こちらです。はい、48いいねということで、県内商工会議所制覇っていうのがありますが、まあ、県内にいろいろね、商工会議所があって、30ぐらいあるのかな ?30弱ぐらいあるのかなあって、ようやくね、おそらくですけど、多分、最後の一つの、公演が決まりましてですね、制覇したということで、今までもこのようなですね、公演前の、パソコンを写ってる写真っていっぱい投稿してるんですよ。同じようなね、Google マップのもあるし、テーマが違うやつもあるし。だけど、ここの、写真は同じなのに、投稿している文章の内容次第で、やっぱりいいねの数が変わるっていうことは、やっぱりね、見る人は見てるんだなって改めて思うわけですね。だから、その反応率が悪くなったとか、Facebook がワコンだとかいろいろ言いますけど、でもやっぱり、こういうね、とを見ていくと、まだまだですね、こう、あるんじゃないかなと思うんですよね。だから、可能性はね、まだまだあると思いますね。はい、続いていきましょう。こちら、47いいね、北見駅になりましたが、まあ、すっかり有名になった、カーリングのですね、日本代表のメンバーですけど、これが北海道の北見駅に行ったら貼ってありましたので、それを横にですね、ちょっと写真を撮ってみたんですけど、やはりね、こう、自分一人だったらそんなにこう、いいねはつきませんけど、まあ、このようなですね、一緒にこう写すですね、
やっぱコンテンツの効果ですよね。たくさんいいねがついたんで、面白いなと思いますね。はい、続いてこちら。これも面白いんです。47いいね。南アルプスの天然水。これもさっきの写真と全くね、同じような感じになってるんだけど、いいねがね、他にもいっぱいある中で割といい方についたのは、実はこれ南アルプスの天然水を差し入れでね、こう用意していただいたんだけど、この天然水の南アルプスは、南アルプス市商工会で行ってたので、だからやはりね、水はね、南アルプスの天然水ですねって書いたものに対してのいいねなんですよね。だからやっぱり写真投稿って写真にクローズアップされがちだけど、やっぱりどういうコメントを添えるかっていうことで、やっぱ反応率が違うんだなってことが、これでもね、よく分かった例なんですよね。はい、続いていきましょう。こちら、44位ね、交通取り締まりということで、まあ、Google マップで、交通、スピード違反の取り締まりっていうのを、まあ、投稿する場所ができたということで、それについて書いたものなんだけど、まあ、これあんまりね、どうなんですかね。皆さん、こう、まだまだ一般的に使う段階にはなってないと思うんだけど、でも結構ね、こういうものがね、進んでいくと、やっぱ SNS、みんなが投稿していくっていう仕組みとしては面白いと思いますので、ちょっと注目してるんですけどね。またいつかね、ちょっとブログでも書きたいなと思ってますけど、こんなのも追加になっています。はい、続いていきましょう。こちらですね。はい、どら焼きということで、ハテナで入れましたが、これやっぱりね、写真があってこそですよね。これ、こんだけ分厚いですね、どら焼きがあって、そして、後ろにね、ワイン、これ、このちょっとだけ飲めるワインっていうのを売ってるんだけど、これがこんな感じで出ているんだけど、やはりこれ、ちゃんと、前と、なんていうかな、前後で、そして左右がこう対称になっている写真を撮れたからこその、効果だと思うんですよね。やっぱりこう、写真撮るって、組み合わせなので、どういう組み合わせをするかっていうことはすごく重要で、こういう写真を見るとですね、やっぱ撮り方って工夫まだまだしなきゃいけないなって思うんですよね。で、これ何気なく置いてるようだけど、こっち側に黒ワインがあるから、こっち側の右側にこの赤ワインを置いていて、こっち側がカスタードがあるから左側に白ワインを置いてるんですね。これやっぱり赤黒とこの白黄色すると、やっぱりですね、右と左のバランスが悪くなるので、こんな、まあ、斜めにこうしてるわけなんだけど、そんなことも工夫してね、写真って撮ってるんですよね。続いてこちらです。はい、42位ね、長岡造形大学ということで、まあこれ毎週ね、撮ってる写真なんだけど、これね、素敵ですよね。このやっぱりこう、広角カメラで撮ったものと、そしてこの、青空とその紅葉のバランスっていうのも非常によく撮れてるんじゃないかなと思いますけど、こんなのも入っていますね。そして、はい、クレジットカードの注意点ということで、これは僕はちょっと皆さん知ってましたということで書いたものなんだけど、これもランクインしています。そして美味しそうなグルメの写真もランクインしています。これね、普通パッと見て、これ、なんだろう。まあ普通に写真撮ったと思うかもしれませんが、これね、真っ暗なんですよ、部屋が。で、この部屋が真っ暗なとこで撮って、これだけ鮮やかに、明るい感じで写真が撮れるのは、やっぱりね、すごいですね、今のカメラね。これは、iPhone で撮ったやつかな、だと思いますけど、すごいなと思いますね。はい、そして郵便局の話と、はい、ライブ配信も今回ね、ランクインしましたね。40いいねですけど、ランクイン達しました。そして最後ですけど、これ最後かな？あ、もう一個ありますか。はい、アリエル・グーさんでの写真が1個ランクインしまして、そしてさっきの広角の撮ったものの夜景じゃないバージョンですね。ここの景色っていうのが、やっぱり、こう、いいですよね。この、なんというか、このバランスっていうか、すごくいいんだと思いますね。で、この、左右のバランスと、そしてこの奥行き感と、多分いい感じなんだと思いますね。多分インスタスポットになるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、先月に投稿しました、
Facebook の個人の投稿のいいね数ランキングを今日発表いたしました。インスパイアのことでした。ありがとうございました。